皆さんこんにちは。日本人兵庫県民神戸市民の淡井圭介です。本日2023年の9月の8日金曜日21時27分、まあ夜なんですけども、こちらの時刻は IR 法案で、40%、オリックスの出資ということになってますが、三井住友銀行から5500億円の借り入れです。でもう 40% は海外の、カジノ会社が、投資するということですが、どこからの借り入れ先なのか、はっきりと、まだ私の方ではわかりません。で、40% ずつ負担したんだから、海外からお客様来ていただけるかって絶対違いますよ、カジノ。アメリカは詐欺もう作りましたからね。ね、アメリカのカジノが赤字なんですよ。ね、純利益のこの数字の出し方もむちゃくちゃ、インターネットの。年間来場者数は約2000万人。あのね、売上高を約5200億円見込んで、純利益750億円って、全然見込みのない数字を出してきてるんですよ。一応テレビでも、いくつかの報道番組で、それは指摘してもらってるんですよ。何の根拠あるんですか、これって。淡路花博の時、万博あったでしょ？ね、大阪のカジノも、ね、IR で万博は元でしょ？ね、淡路花博、お客さんどれぐらい来たか、僕が働いてたか分かってるんです。淡路花博の遊舞台の、修学祭というレストランで、もともと花を見に世界中から来るわけないでしょ。世界中でもカジノ作った後ですよ、来ると思います？年間2000万人ですよ。いいですか、プロ野球の年間140試合ほど試合しますよね、優勝するチームで、観客動員者数が300万人超えたらすごい方ですよ。何の根拠あって2000万人も年間来るって言うんです。万博終わったらね、万博だけでも今海外から5カ国ぐらい増やせって言ってるんじゃないんです。もう5カ国も手出さない方がいい、絶対大損します。で、その銀行の負債とか誰がどうしてくれるんです、お金。それ働いた人たちがね、生活保護になりながら働いて返済してくれたんですか、三振等以内の請求で。これしなかったらエネルギーの残存量問題か、もう何もかも話めちゃくちゃなんです。もう万博も IR 法案も即削除、法律、条約から。万博なんていう条約を使って金稼ぎをしていた人間は悪かったんです。淡井圭介のことじゃありません、議会とかのことです。そしてそれに関わってきた会社、我々のような末端の労働者を対象にしちゃダメ。働いてきた人間だとか、淡路花博でボーナス僕もらったことない、残業手当もらったことない。それ本当はものすごい違法行為。もともと再生性が合わないんです。で、民間業者に押し付けてきた、ずーっと紙切れで遊んでた連中、交渉だとか言い始めてね、海外と。あのね、取り返そうと思ったらそれまでの人件費とかかかってるでしょ。売上いくら必要なのか考えたことあります？雇用者数1万5000人何の当てにもならない。どうせパートタイマーの人間とかかき集めてきて1万5000人とか言い出してるだけで、1万5000人分の雇用者数多分できないと思います。すぐに数減ります。お客さん来てないから、来ないからっていう話になって、オープンしても2030年オープンらしいですけど、今すぐ工事中止、それしなかったら無理、分かった時点で引き返すこと。一応岸田政権の時に岸田さんには言ってもらってますけども、消費税は党として当分上げないぐらいしか言えないんですよ。この方向で進んだら消費税上げるしかなくなります、後の世代が。分かるでしょ、もう経済のことこれだけ散々話してるんですから。地方交付税法とかあるんだから、みんなの売り上げで一回首都に集めた、国が集めた税金、もう一度地方にお金を回してるんですけど、計算式あるからある一定の数字しか回せないんです。
麻生太郎さんも総理になる前に麻生建設が倒産してるんです。九州の方で皇室の家系の方です。皇室の家系の血の流れの方です。遠いですけどね。現実わきまえてない人間がね、パチンコ店とかを潰してきた。それで OK だったんです。カジノいらないよ。それで OK だったんです。今まで日本の良かったところはカジノを作ったことがなかったことで、京都とか奈良はもともと大仏とかがあった。鎌倉もそう。余計に作らなくていいね。エネルギーの残存量問題から余計な建設物を作るのにガソリンとか消費されるんだから、余計なことを教えなかったところが良かったところ。本当は歌舞伎業界も本当はいらない。これが本当の話。誰かも本当のことをはっきり言った方がいい。物事固定されないままもう話ガタガタになってます。日本だけで5500億円の借り入れで海外でカジノ失敗してるのに、ラスベガス大赤字ですよ。純利益どこの誰が計算したんです。もうそいつに淡路花博で働いた人たちの残業手当もらってなかった人たちとか退職金手当もらってなかった人たち、日割りでいいから計算して、半年の話とかもうどうでもいいから。上が決めてきたことや。法律家の人たちが、国会議員も法律家、その場は元裁判官が国会議員にもなったりしてる。裁判官にも相当の責任がある。もうみんな逃げに走ってるだけやん。無理や。後の社会もめちゃくちゃになった。もう消費税 3% が 5% に上がって 10% まで来たじゃない。なぜ本当の話からみんな逃げるの。警察が動いたらいいじゃない。万博を開催しようとしてた人間全員横領事件で逮捕したらいいんだよ。簡単だよ。みんなの税金使ってきたんだから。ね。ちょっとしたことで逮捕したんでしょ、東京オリンピックの時に。CM 料だろなんだろって。実際それでお金動かしてた連中なんか、何千億ですよ。桁違いの横領事件ですよ。意味わかってます、警察官の人たち。ね、僕を精神病院なんかに入れてるからですよ。春山整骨院まで許して。警察官がすぐにクローズさせたらよかったんですよ。アダルトコーナーは取り締まらない。全然役立たない。みんなの税金で飯も食ってる高級通りの警察官が、民間の人たちもう給料ボロボロだって言ってるじゃないですか。これ本当どうします？何回か言ってますよ。僕、三井住友銀行から5500億円の借り入れだって、大体それぐらい。その金額最悪増える可能性ある。東京オリンピックの時数字増えたでしょ。経済は世界中で繋がってるから、日本が赤字抱えたら、どんどん不良再建化するでしょう。で、今、アメリカの方で大急ぎで太陽光パネルの生産工場を、いろんな州で、作ろうとしてくれてるんですけども、一応投資してる金額は約3兆円ぐらい、今の為替相場。今、1ドル147円ぐらいです。3兆円の投資で、すべてが太陽光パネルの工場じゃないんですけども、蓄電池の工場まで作ろうとしている。それが電気自動車化に備えてなのか何なのかは分からないです。太陽光パネルイコール蓄電池じゃないですよ。蓄電池ですよ。池の方。それアメリカの方たち分かってます？水の中に電気を蓄えるんですよ。それ分かってくれてますか？金属あんまり使っちゃ負けですよ。後で金属なくなるから、本当に。電気自動車に回す用の工場だったらまだ理解できます。で、これ話が前後バラバラで、とにかく太陽光パネルの生産工場を世界中で作るしかない。で、それに合わせて必要な金属、あんまり
そんなに大量の金属を使ってるわけじゃないんですよ、太陽光パネル自体。いろんな太陽光パネルがあるんですけども、8割がガラス、アルミニウム、プラスチックで、金属関係は鉛、銅、スズ、銀、アンチモン。微量に含まれるのがセレン、カドミウム、ヒ素。希少金属としてはインジウム、テルルなどが含まれるケースもあります。いろんな太陽光パネルがあるんですよ。できることを最大限にしましょう、太陽光パネル。本当に世界中で作って、世界中でその20年後ぐらいにそのリサイクルするような形にしなかったら無理ですよ。わかんないですよ、その自分で扱ったことないから。耐用年数が本当のところ10年なのか20年なのか、それともその20年ぐらい経過でその発電量がゼロになるのか、何パーセント低下してるのか、 50% 低下してるのか、 30% 低下してるのか、これ話の内容によってはもう話全然わからないんですよ、本当に扱ってみないと。その辺の詳細のデータまで僕は行き着いたことはないんです。わかる人います？太陽光パネルを20年間設置して、そのガラスをたくさん使用している方の太陽光パネル、この太陽光パネルじゃないですよ。これどう見てもガラス見えます？ちょっとぐらい表面で使ってるかもしれません。だけどもこのペラペラ感見たらわかるでしょ。2030年に開業とかそういう話になってますけども、手挙げてる国5カ国どういうつもりなんです？世界のエネルギー残存量問題がもともと第二次世界大戦始まってるんですよ。第一次世界大戦もそう、資源の奪い合い、それぐらい昔のアメリカの国防長官がはっきりと言ってくれてます。昔は爆弾を持ってその資源採掘国を脅して奪いに行ってたんだって。日本もそれしてしまってるんですよ、昔。中国の重慶の方。そこは石油が出てきています。だからもう中国の皆さん、本当に申し訳ないです。だからそれとこれとは別で、別行さんからのお金が支払いがないっていうことは、それはそれで僕の方でも困るんですよ。自分の生活かかってますから、ものすごく売り上げあるでしょう。全く払ってくれないっていうことじゃ、もう話全く噛み合わないし。世界中どこの国も法律違反だらけだですかの話になりますから、無理なんですよ。ちゃんとお金払ってくれなかったら、ある程度お金でもいいから。で、裁判所が棄却したから、もう他国の企業なんて政府が訴えるもんだから、まあ、裁判所自体の行政だが政府なんですよ。ちょっとね、物事が難解になりすぎて、私の方ではもう手に負えないことが多すぎます。本当にみんな手分けして、とにかくまず IR 法案を IR 法を削除しましょう。巨大な赤字を抱えるよりも政府は損切り、もともと株の世界で稼げる人間と稼げない人間は損切りを早くできるかどうかなんです。これ絶対損するって分かったらすぐにその株を売るんです、買ってくれる先があればね。だからもうこうなってきたら騙し合いの世界になってるんですよ。テレビのニュース使って稼げる話でね、純利益淡路花博どれだけお金使ったと思ってるんです。淡路花博を開くだけで、あの地域だけで300億円以上使っていて、そこに人件費とかいろいろかかってるんですよ。光熱費とか電気ガス水道料金通信費で、そこの淡路花博のために明石海峡と鳴門大橋と高速道路を通過、作ったんですけども、それいくらかかったか世界中の人ご存知ですか？1兆円超え。その当時の為替が大体でいいです。もう大体の話で進めましょう。あんまりその当時の為替相場みんな詳しくないでしょ。1ドル100円ぐらいのお話でもう進めてください。もう大体でいいです。そうじゃなかったら世界中理解ができないから。1兆数千億円の話されても。大体1兆2000億円ぐらい使われたのが。で、人件費もしっかりと働いた人たち払ってない。もう話むちゃくちゃ。
本当、私が払ってもらってないんだから。1日8時間超えで働いていた時期ありましたよ。夏休みの時とか。収穫祭というレストラン。もらってない。割増賃金。人材派遣会社ファインスタッフ。正式名称は株式会社ファインハイゼ。ファインって素晴らしいっていう意味だけども、一応ね、そこの、ファインハイゼンの、その、正社員の人とかで、本当は働いている、そのホテルとかで就職してもらうしかないで、もう最初からアージー・ハナクは俺らも無理だと思うねやんかっていう話されてて、で、もう会社に言った後、大阪ヒルトンホテルに。淡路花博で行ってくれっていうことの話も出てきてるんですけどもって。でその時の大阪ヒルトンホテルの人たちはまた出戻りでもいいから戻ってきてくれたらいいって言ってくれてた人たちはそこそこいたんですよ。いやもうその時にもう秀和株式会社の方に応募してしまってるから、先のこと考えてもう秋までしか仕事ないからっていう話でもうまとまってたから、淡路花博もう、だからその時経済とか疎かったし、そのウエスティンホテルが残る話になってたから、けども家からの通勤なんか無理だっていうこと分かりましたから、もっと通勤距離が遠くなってるっていう話で、大阪ヒルトンホテルよりもね。もうなんかもう話ごちゃごちゃ、もうみんなファインハイゼンのその正社員の人もね、いろんな人の正社員の人の話聞いてるし、いろんなことを自分たちが言っていろんな人たちの話聞くでしょう。だから自社で抱えているファインハイゼンのスタッフの人たちの話をまとめきれないんです。もう自分が何言って相手がどう答えてきたか全部は全部メモするなんか無理だから、もうだからみんな代々で動いてしまう。巨大なパチンコ店がカジノ、もう同じポーカーしようがあんなもん今さら人気なんか出るわけやない。負けた人間がずっと通ってくれると思います？お金払いに。その考え方で年間2000万人来るわけがないっていうこと分かりますよね。優勝してるところのプロ野球の球団でね、年間300万人超えたらすごい方なんですから。2000万人？もう海外でカジノ作った後ですよ。香港の近くのマカオ。中国にもカジノすでにあります。フィリピンでも確か作った後でしょう、カジノ。アメリカのラクスベガスなんか大昔から作って大赤字ですよ。で、カジノが閉店してる小さなカジノの例いっぱいあるんです。最初から負け決定。だそこの春山整骨院を潔くまだなんか車の音バタン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 させてる電波の方か人間がしてるのか分かんないですけど、春山整骨院作った時点で負けなんです。本当に。行政がすぐに動かなかった時点で。作るなって、その建設中に止めたらよかったんですよ。ハリキューマッサージに科学的根拠なんかないっていうこと、中国の政府が示してるんですから、ある意味裁判官の判例よりも上ですよ。みんなすぐ諦めるでしょ。工事が始まった時点でやめさせたらいいんです。それ国際司法裁判所他の国とかも訴えてくれたらいいじゃないですか。もう万博やめようって。で、万博進めてきた人間が生活保護者のまま返済しなさいよって。で、カジノで返済しちゃダメですよ。カジノの工事をやめさせるんです。だから2030年開業だから今だったらまだ間に合う。途中の工事で。そういう契約法があるだろう、なんだろう、ごちゃごちゃ言い出す人間あるんだったら、そいつらに金払わせたらいいんですよ。みんなの税金なんだから。みんなの預けてるお金なんだから、口座は。民事再生法を使うしかなくなるんだから、銀行の口座は。そんな大手のところを。
他の銀行と合併させて乗り切ったりとかしてるだけで、一時的にみんなのお金預かってるだけなんだから、本当は。で、日本も家建てすぎた方、すでに。新しい家なんかそんなに売れないし、買い手がいたところで、そんなすぐにいつまで雇用が継続されるか分かんないような正社員雇用の紙切れなんか持ったところで、終わってる事業終わるんだから。で、働き口探しても人口は少子化に世界中でなってる時点で先進諸国はもう無理なんですって。そんなにもうみんな簡単に一軒家なんかもう手に入らない、本当に。裁判所の当社室とかでも競売に家がずらっと並んでるんだから、差し押さえられてるんです。ちょっと本当岸田政権で何とかしてもらえません。他の立憲民主党の人たちも援護して、もう共産党とか他もそう、本当に万博やめさせましょう。大阪の維新の会ももう全部の党はもう言ってるから、河井圭介本人が名刺を上げて、で大阪の高等裁判所で棄却されたから、もう僕ももう本当はもうほとんど身動きできない。とりあえず口座に20万円ぐらいはありますけども、一応災害とか発生したら僕だってある程度お金持ってないと野党になり下がるしかなくなるじゃないですか。災害発生したらお金払わないで物盗めって言うんですか。あとで窃盗犯で捕まりますよ。で、1万6000円ほど自分のホームページのプロとして、申請している以上、1万6000ちょっと口座から引き落としが10月にあります。それでいいんです。もう赤字なんです、私の方も。で、皇居を12月28日に行く予定ですけども、そこからお金を捻出するしかない。とりあえず、往復の交通費で、新幹線代だけで3万円くらいかかるでしょ。で、神戸電鉄と地下鉄乗るでしょ、行き帰り。で、向こう着いてから一応皇居までは歩いては行けますけども、その後お金どういう風にいるようになるかわからない。お金置いておくしかない。もう裁判してる状況でもなくなってるから、そこでも断られたらもう僕も手段ないです。河川水門開式ダム発電とか地下水流トンネル発電とか。遅い、遅すぎる行政が。法律の立法。屋根の上開け渡しなさいっていう法律。それ作っておけば太陽光パネルの工場も生産体制とか見通しつくんですよ。ただしそれは採掘現場の話と世界中の太陽光パネルの生産稼働の状況によります。先ほど言った金属の種類の採掘が間に合うのかどうか。もうこれが本当の話。見通し、全体的な話ができる人、それこそ国連レベルの仕事。日本で太陽光パネルの生産工場の設置、ニュース誰か見たことあります？ラピダスとかの半導体の工場、熊本と北海道は知ってます。それはただただスーパーコンピューターとか大きくするだけの半導体を作ってるだけの工場なんじゃないですか。太陽光パネルにも半導体がいるとかそういう話はインターネット記事とかテレビのニュースを見てるんですよ。もうみんな情報を受け止めきれない。太陽光パネルにもいろんなものがあるから。そう、先に法律で屋根の上を明け渡しなさいの法律が必要です。で、電気を使う方はいつも通り、なかなか停電はないぐらいでしか僕は言えないです。実際停電はあるかないかで言うと、あるときはあるから。東日本大震災でも計画停電、東京都の方たち経験されたでしょ。ある程度のことしか僕も言えないから、あるかないかだけで言うとね。でも神戸市めちゃくちゃもういろんなところでその噴水広場とか作ったりだとか IR 作ったり、ショッピングモール、もうただでさえ商店街の人たちが困ってるのに、ショッピングモールなんか作ったら余計困るでしょ。出す店もないのに。
出したところで破産するの目に見えてるんですから。だからたくさん純利益出てる会社から法人税で純利益回収しなかったら無理だから、消費税上がりっぱなしになるし、余計な建物作るから。とにかく、皆さんチャンネル登録とその着信利益がね届くような体制で、僕の声喋ってる内容が聞こえる体制を各自で作ってください。スマートフォンとかできますから。僕はプロ野球ファンだか私はサッカーファンだか、そういう話じゃないですから。サッカーファンでしょ、野球ファンでしょ、みんなで力合わせないとって。サッカー界ももう白状したらいいじゃないですか。もうインターネットで白状してるんですから。みんなの税金でスタジアム作ってサッカーしながら、金稼ぎさせてくれって、これがサッカー界で、プロ野球界の一部の球団だけ、固定資産税、スタジアムの固定資産税、土地代、建物代を国に払えてるの。もう言いましたよ、何回も。東京ドームは848億円か68億円か、それぐらい。土地代と建物代込みで。で、歯が痛くなって、もうその時点で、その歯が痛くしてきてる連中のこの歯の痛み、言ったらええねん、神がかり的な力で。もうめちゃくちゃやん。なぜ正しいこと言ってる人間が狙われなあかんねん。ルール、法律は言うてるでしょ。法律面求めてくる裁判官なんか全員偽物やん。みんなからの税金で声太って、本当に太ってる裁判官結構存在します。どうもみんなが協力してくれない方、これ世界終わりますよ。どうしましょう、中国の皆さん、本当にアメリカの皆さん、ロシアの皆さん、ヨーロッパの皆さん、アフリカの皆さん、南米の皆さん、もうめちゃくちゃ神の手ゴールから、多分それ最初のトリガー、大きなトリガー、世界中でサッカースタジアム増築したり作ってしまってる。本当はもともとサッカースタジアムなんてお客さん席、芝生、みんながビニールシートを広げて適当に見るもの。適当な入場料1000円とか払って。本当はそう、建築費代とかでお金たくさんかかるんだったら何にも変わらない。あんまり変わらないでしょ。席に座るのもビニールシートを引くのも。ああ、まあ雨降ってきた時大変ですよ。だけどもそんなのも席あっても同じでしょ。だからといってドームでエアコン使われたらたまったもんじゃないんですよ。余計エネルギーが消費するから。電気代だけで1億円ほど、東京ドーム。どれだけウラン鉱だったとしても、石炭の火力発電所だったとしても、ガスの火力発電所だったとしても、もう同じことですよ、消費してるから。資源に限りあるんですから、ご理解してくださいよ。もうドーム絶対作っちゃダメですよ。もう今ある球場を、南から順番に巡業して使えばいいだけの話なんですから。それだけで100年ぐらいは使えるんですから、スタジアムって。で、老朽化したところは解体しても、あと放っておいたらいいんです。家建てたい人は土地代込みで家建てたらいいんです。ただし車とワンセットは絶対無理ですよ、今の社会。それひどい横領事件とか仕事のふりして、みんなの税金とか銀行のお金使って金稼ぎしていた人間が高級取りになってた時点でおかしかったんですよ、この世の中。絶対無理があったんですよ。逆ですよ、そういう人たち中層基本給ぐらいにしなきゃなんなかったんですよ。もうだから中層基本給だったら絶対家のローンなんか返済できないでしょ、土地代建物代込みで。社会保険入りながら、もう全部話バラバラ、もう話めちゃくちゃになってしまった後の方です。皆さんチャンネル登録と、この話広めてください。みんなで協力して反対の声上げなかったら無理で、デモをするんじゃなくて、その政府上層部を動かすしかない。で、経団連の人たちとかこういう正しい知識を持ってもらうしかない。で、経済同好会も同じ、もう建築業界の人たちも同じ、もう働いてるんだから、みんなでこの話回してください。無理だから、みんな協力しなかったら。急にエネルギーの輸入止まって終わるから。分かったでしょ？もうロシアなんか1万5000メートルもそこまで
掘ってくれてるって何回も説明してるじゃないですか。僕の YouTube 見て家帰ってから勉強しなきゃ無理ですって。テレビなんかどこのチャンネル見たらいいかわからないんだから。以上です。皆さんご協力のほどよろしくお願いいたします。カジノ止めれんかっても無理。他の IR とかも無理。IR 法自体、法案、IR 法という法律自体を削除しなきゃならない。今略して言ってます。けどもう分かるはずです。ちょっとした言葉の言い間違いとか裁判所法廷で認めてます、裁判官は。以上です。